日本放送株式会社日本放送、日本放送は関東広域圏を放送対象地域とする中波放送、AM 放送の特定地上機関放送事業者である。富士テレビジョンなどとともに富士再建グループに属する。また、日本放送グループ、前後社の中核企業でもある。コールサイン、ジョルフから、俗に、LF。 旧法人設立から1967年、昭和42年9月30日までの略称は NBS。なお、本記事では1954年、昭和29年4月13日から2006年、平成18年3月31日までの旧会社、富士テレビジョン、現、富士メディアホールディングスに、九州合併及び2006年。 平成18年4月1日に分割新設された現行会社について述べる。2018年4月からのキャッチフレーズは、あなたにショーアップ。日本放送東京地区で1950年代初頭に開局した民放のラジオ東京、現 TBS ラジオ、文化放送に続き、1954年に在会を中心とした約200社の出資で開局。 当時の役員は、財界人で構成され、会長には、稲垣平太郎、日本貿易会会長、社長には、上村光五郎、経済団体連合会副会長、専務には、地下内信孝、日本経営者団体連盟専務理事、取締役に、桜田武史、日本経営者団体連盟会長、日清防籍社長が就任した。このような後押しがあったため、 当時としては珍しく開局2年目で、経常収支が黒字となった。産経新聞、有刊富士産経スポーツなどを発行する、産業経済新聞社、産経新聞社や、富士テレビと共に、富士産経グループを構成する、中核企業である。文化放送と長く提携関係にあり、文化放送と共にラジオネットワーク、NRN のキー局を務めている。社長 社機は富士山系グループ各社で使用している統一シンボルマークである目玉マークを使用、開局から目玉マーク制定前は日本の N とコールサインの LF を電波型にデフォルメしたマークを使用していた。もともと富士テレビの親会社的な存在であったが2005年平成17年1月17日より富士テレビによる子会社化を目的に 株式公開買い付け TOB が実施される。同時期にインターネット関連会社ライブドアが経営権奪取を目的として大量の日本放送株式を取得したが同社との間で4月18日和解が成立し9月1日にフジテレビの完全子会社になった。この件は様々な問題提起を残した。詳しくは日本放送の経営権問題を参照のこと。 オールナイト日本等のキーステーションとして、全国的には知られているが、ラジオ関東が1981年10月に RF ラジオ日本、通称、ラジオ日本と解消以来、混同されて、ラジオ日本放送とも記されたり、郵便物の誤送、間違い電話などのトラブルが起き、RF ラジオ日本の称号の使用停止を求めて、提訴した。判決は請求企画。 日本放送の配送で確定している。このため、全国ネットの番組で、はがきの宛先を言う際は、カタカナで、日本、漢字で放送、と呼びかけることがある。一方、ラジオ日本の方はたまに14、1422、1422と関する。1997年、平成9年3月24日から2004年、平成16年9月5日の期間は、 本社として使用していたビルの建て替えに伴い、東京都港区台場の FCG ビル、通称フジテレビ本社ビルにあった。レコード CD の所有枚数は約23万枚、2012年現在。これは NHK 浜松市局所有枚数34万枚に次いで多く、民放では最多の枚数を誇る。社員の給与は、 ラジオ単営局の中では高い方であった。設立に財界が関与したこともあり、長らく労働組合が存在しないラジオ局であったが、ライブドアによる買収問題が契機となり、2005年3月に、労使の話し合いの場になっていた、一ち会と呼ばれる30代以下の若手社員の有志組織が母体となって、労組結成の準備を始め、同年9月12日までに、 労働組合が結成された。時報音は、ピポ、ピポ、ピポ、ポーンという波と時計を模した特徴的な音を使用している。ラジコを利用して聴取する場合は別の効果音に差し替えられている。周波数変更、出力増力12、1240kc、100kW に伴い、1971年6月より使用。当時はかつて、オビツ側の一部で、 河川回収により、河川時期となった場所に設置。また敷地内には、日本放送木更津太陽光発電所が設置され、2013年3月、着工、10月1日より稼働。設計、運営は、NTT ファシリティーズ、施行は、電気工業、ソーラーパネルは、三菱電機の太陽電池モジュール、250ワット7634枚、パワーコンディショナーは、 東芝三菱電気産業システム 500kW3 台で構成。発電能力は約 1.908MW。年間発電量は2300から 2500MWH2016 年までの実績。推定年間使用削減量は1175トンとなり、発生した電力は電力事業者に販売される。非常用電源としては使用されていない。 木更津送信所が災害発生時に放送ができなくなった時の対策や都心部での難聴取や雑音などの解消を目的とする FM 放送で保管放送を行う中継局として2014年9月3日に予備免許が付与され東京スカイツリーに日本放送、TBS ラジオ、文化放送の3社が共同でアンテナを設置 2015年10月5日に試験放送を開始し、同年12月7日13時に本放送を開始した。あくまでも AM の保管目的で放送されるため、AM と FM のサイマル放送が行われる。2015年3月30日より、在京三局 FM 保管放送の通称を、もっと親しみを込める意味で、ワイド FM とした。これは三曲共通で、 他のエリアの放送局やラジオ受信機メーカー、家電量販店でも PR や反則にこの相性を使用している。また、日本放送の保管中継局の相性は、当初は FM93、プラス FM93 という曲名を付けていたが、ワイド FM の相性導入と同時に、ハッピー FM93、ハッピー FM93 に改めた。これは、 日本放送2015年春のキャンペーンコピーにかけたものである。また、日本記念日協会に申請したところ、9月30日をハッピー FM93 の日にすることが承認された。認定式の模様は公開性放送で行われた、大谷信彦聞きます。の中で生中継された。2014年5月27日から関東地区の J コム各局では、 TBS ラジオ、文化放送とともに JCOM テレビのデータ放送を通じての AM ラジオ音声の再送信が行われている。これは従来の AM、FM ラジオではなくテレビで音声を聴取する形をとっている。ラジコとはパソコンスマートフォン向けに地上波放送と同じ番組や CM をサイマル配信するサービス。 2010年3月15日の試験配信開始より参加しており、当初は南関東1と3県、東京、神奈川、埼玉、千葉が配信エリアだったが、同年12月1日の本サービス以降は北関東3県、群馬、栃木、茨城でも配信されている。音声は地上波同様にステレオで実施。2016年10月11日開始。 日本放送で放送された番組を放送日から1週間に限り後から聞くことができたり、SNS を通じて共有できるサービス。日本放送の番組表もこれに合わせてリニューアルされた。基本的にほとんどの番組を聴取できるが、以下の番組は対応していない。なお、2018年4月1日5時をもって、タッキーの滝沢電波場、中井正宏 ON& ON Air オ,オールナイト日本サタデースペシャル大倉くんと高橋くんのラジコプレミアムエリアフリー調子の規制が解除されたため、これらの番組は7日土曜付の放送からエリアフリーに対応するほか、タイムフリーにも対応する。これにより、エリアフリー未対応番組は全敗となる。富士山系グループの一員ということで、産経新聞東京本社版のラテランでは、 番組タイトル部分をゴシック体で表記している。また、富士メディアホールディングスの最上位企業である富士テレビの番組欄は黄色で編みかけと今日の見どころが補足されている。また、多くの地方新聞では夜間から早朝に電波が全国で届きやすいことも配慮し、長官のラジオ番組欄に文化放送、TBS ラジオとともに深夜から 翌朝の番組のみ掲載することが多いが、鳥取県の地方新聞である日本海新聞では、関東のラジオ局で唯一当局を取り上げ、それを早朝からの全日分掲載しているが、現地では通常ピルマは電波が届かない。企業、団体は当時の名称、出典・日本放送は1960年代前半、当時テレビに押され、 気味だったラジオの媒体価値を高めるべく、ラジオがより身近な存在であることをアピール。局者以外に公開スタジオを設置することとなり、これをサテライトスタジオ、通称サテスタと呼んだ。このサテスタ作戦は成功し、文化放送は追従したが、TBS ラジオは街頭中継に力を入れた、イコールラジオカーの増強こともあり、追従はしなかった。 現在では日本放送も含め同様の施策は AM 局よりはむしろ FM 局の方が力を入れている例東京 FM のスペインサカスタジオが全国各局で採用されている1959年昭和34年に日本のラジオ局で初めての交通情報番組ハイウェイニュースを放送開始し1960年頃に 主要13交差点の混雑状況を報じる交通ニュースも放送開始。その後アメリカのラジオ局に倣い、日本放送ヘリ情報と題してヘリコプターから交通情報や報道を行っていたが、日本道路交通情報センターが設置されたためヘリコプターを廃止。その後1970年、昭和45年3月2日に、 街角からのリポート、報道中継を目的として、中波民放ラジオ局としては初めて、ラジオカーを導入。その後、各局が追随した。当初は2台、セダン型の車両を、使用相性、日本1号、日本2号を塗装は、緑と白の塗り分けで、JAF のロードサービス隊員が乗車していた。開局当時から、民間放送では唯一、君が代が演奏されている。 1998年、平成10年3月までは、毎日の放送開始イコール24時間放送に、移行後は1日の起点時間に毎日演奏されて、いたが、同年4月以後は、月曜日と土曜日の早朝の開始、起点時間に演奏されるのみとなり、非金曜日と日曜日の早朝のジャンクションは、フランク・ミルズの街角のカフェ、フロマ・サイドワックカフェの演奏と共にアナウンスが、行われていた。 2015年12月現在、基本的に ID の放送は日曜の早朝と月曜の早朝のみとなった。日曜の早朝4時28分頃にオールナイトニッポガーの CM 枠内で日本放送今週の推薦曲の後に増山さやかと飯田幸二によるものが週替わりで流される。4-29.40から4-30.00までは CM 枠を再び、フェードインさせて繋いでいる。なお、起点である5時のところは以前は前番組から1分間の、ステブレを挟んだが、現在は時報を挟んだステブレレスである。月曜の早朝、以下の通り、試験放送後に、ナスエリコによる、ポールサインチェック、緊急警報放送試験信号の発信、5時の時報となって、上柳正彦はサボラ家へ繋ぐ。なお、 週夜特別編成になる場合は、コールサインチェック、緊急警報放送試験信号は放送されない。火曜引く、土曜の早朝、火曜引く金曜は4時30分、土曜は5時が起点。月から金曜については、オールナイト日本0、ロから、ステーブレレスで、朝一番の番組へつなぐ。土曜は従来通り番線 CM、大体が、特盛り、ラブメロデーで、 その前後をジングルで挟むでつなぐ。かつては日本放送更新曲、作曲、古籍有事のある曲が毎朝放送されており、現在も入社式で使用されている。終了時は増山さやか、2000年代帯のアナウンス。1980年代から1990年代には朝もやのなぎさ。 スリーピーショアーズの後にも朝の曲名告知で使用されるフランク・ミルズの街角のカフェ、フロム・エー、サイドワックカフェが続いて1分15秒ほど流れていた。1日中放送内で CM 明けにコールサインが放送され、また1時間ごとに ID コールが行われる無線局運用規則第138条第2項の毎時最低1回の曲名告知義務に基づくもの。 広告入りのものもある。月曜日の早朝はメンテナンスが行われるが、四時四十五分から試験放送が行われる二千七年九月から二千十年六月までは、オグラーチの早起きグッドデイ、四時三十分開始が放送されていたため、四時十五分からであった。その際流れるのは、エニアのアマランチネ、イッツインザレイン、ロングロングジャーニーの順に流される二千八年度、 平成20年度から試験電波発射中のアナウンスは当時参り2016年3月28日。それ以前はシンボゆえ2015年12月14日から翌年3月14日までは箱崎みどりがアナウンス。その後コールサインチェック。ここからナスエリコが最後まで担当。君が世の演奏緊急警報放送システムの試験信号放送が行われ。 通常放送がスタートする。なお、この緊急警報放送システムの試験信号放送は自動的に信号で動作することができるラジオの電源をオフにする信号であるため、ラジオの周波数を1242に合わせてあって、この信号を仮に受信したとしても急に電源が入る。心配はない。ただ、対応ラジオで聞いていた場合には電源が切れる。 2013年12月23日の、キサラズ送信所からの試験電波では、エミヤの代わりにクリスマスソングをかけていた。また、通常担当のアナウンサーとは別のアナウンサーが対応していた。ただし、オープニングのコールサインからは、通常のナスエリコの放送が使用された。アダチ予備送信所からの試験放送についても、同様のスタイルで行われるが、 キサラズでの試験電波のセットリストのアマランチネ、イッツインザレイン、ロングロングジャーニーのパターンとは別となっており、エンヤの別の曲が用いられたり、別のアーティストが使われたり、放送が年によって異なる。この際は、通常、周波数 1242kHz、出力 100kW で、ただ今試験電波を、のアナウンスが、周波数 1242kHz、出力、 1kW で、ただ今試験電波を、に変わる。FM 保管放送開始後もオープニング、クロージングで使用している曲は変更がない。なお、周波数 1242kHz、出力 100kW、隅田放送曲、周波数 93.0MHz、出力 7kW で、と FM 保管放送の部分が追加されているが、 AM のキサラズ送信書の名称については触れていない。緊急警報システムの試験信号放送は以前は日曜深夜の放送休止のアナウンスが入る前に行われていた。1999年平成11年7月から2001年3月にかけて学研が終了時の枠を買い取り、突如終了時にノイズが入り終わったかのように思わせて、 オカルト会談のラジオドラマを約10分近く放送していた。本編の後には雑誌ムーの宣伝という構成であった。当時のタイムテーブルには日曜の夜に何かが起こるとあり番組名は記されていなかった。一方、新聞の番組欄では1時28分ムー記載がとあった。当然ではあるがその後に本当のクロージングは放送している。内容としては 通常のクロージングのように、ジョルヒュールフお聴きの放送は、皆様の日本放送です。ただし担当は、別人と入れた後に、朝もやを流すが唐突に、ホラー音楽が流れ、先ほどのコメントに不気味なエフェクトをかけて、階段のラジオドラマを流していた。日本放送で流される曲名告知の短い ID は、口述のキャッチフレーズを使用したジングルと、 アナウンサーが読み上げるものが存在する。2015年12月6日までは以下の通りで、ナス、山本、新保遊栄、飯田工事によるものが流されていた。2015年12月7日からは以下を、増山、飯田によるもので流している。1994年、平成6年10月から2006年、平成18年9月まで放送されていたトヨタ。 飛び出せ街角天気予報のウェザーキャスター。オーディエンスセグメンテーション。オーディエンスセグメンテーションは、日本放送が提唱した、ラジオ番組編成理論。時間帯によって、主たる聴取者を選択し、その聴取者層に合わせて、番組を編成する。例、超、夕方、通勤者、昼、自営業者、車両で外回りする人、夜、若者これは、大まかな分け方で、 実際にはさらに細分化している。元々は1960年代前半に広告業界でテレビへの大規模なシフトが起き、ラジオ広告費が大きく減少したことに対応して抜本的な編成方針の見直しを迫られたことから導入したものであるラジオ離れ1960年代も参照。厳密な市場調査を重ね、1964年、 昭和39年4月編成より導入した当初は、各方面から無謀と捉えられたが、日本放送の成功により文化放送も追従。MBS ラジオなど全国各局もこれを取り入れた。TBS ラジオは当初これに対抗して、あらゆる層の聴取者を対象とした総合番組、オーナー等を制作、編成する方針を打ち出したものの、結局は導入した。 この理論は長らく民放中派ラジオ編成の基本とされてきたが、近年では聴取者の高年齢化や若年層のラジオ、離れ、働き方の多様さなどの要素が採用し、理論が当てはまらなくなりつつある。カッコ内はイメージキャラクター等に起用されたタレント TBS ラジオの聞けば見えてくる。文化放送の QR ソングといったステーションソングは、 導入実績がない。日本放送が出資している主な放送事業者は以下の通り発行済み株式総数に対する出資比率を記し放送局名が太字のものは筆頭株主であることを表す2010年3月31日時点括弧内は放送対象地域加盟ネットワークの順楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。